天ヶ崎ですか。いや、あの芦屋から来てるんですよ。芦屋の方ね、はい、お世話になってます。芦屋はどの辺にあるんだ。イワシとサバですね。ありがとうございます。助かります。いつもありがとうございます。お世話になってます。イワシとかも見ていいですか。おりますか。イワシ1だけです。わ、見てください見てください。どうぞ。ほんまや、来てる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 。でかいでかい。いいタイミングで。チヌですか。うん。よう曲がってますけどね。いいタイミングで。何匹目ですか。あ、2匹目。これからこれからまた。今日は良さそうですね。うん、ちょっと濁りが。濁りがいい方に出ましたか。よう頑張りましたね、このうちのね。ね、結構ね、うん。やっぱ力強くなってきますね。うん。やっぱり夏は強くなりますよね。うん、この方がでかいかな。いいチームです。お見事です。サバいっぱい釣れます。サバいっぱいおりますか。コチヌとサバが釣れてます。リリースです。大きなチヌも必ずいると思います。あとエビ巻きでもアジでも来たら面白いと思いますし、昨日塩も釣れてますんで、それも楽しみです。あとは日陰で風が通るのがいいですね。ここのポイントが快適です。